こんにちは、ダイレクトラジオの広島です。今回は音楽を聴いただけでコード進行が分かるようになる練習方法を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。音楽を聴いただけでコード進行がパッと分かるようになれば演奏が非常にスムーズになりますよね。でもそんなことできないんじゃないかなって思ってる方もいるんですが、そんなことはありません。これはですね、訓練をしていくことで誰でも曲を聴けばコード進行が分かるようになります。そのためにどのような練習をしていくかというと、コード進行別のプレイリストを作って頭の中にこの曲がこのコード進行なんだなっていうのを叩き込むという練習方法になります。メロディーだけであれば基本的に頭に叩き込まれるので、心の中もしくは声で歌えればピアノで弾くことは可能なんですが、普通コード進行を軸に曲を聴いているということはあまりないと思うんですね。ですのでちょっと視点を変えてコード進行ごとに曲を集めていくということがポイントになります。そしてそのプレイリストの作り方ですが、例えば Apple Music で音楽を聴く方、 Spotify もしくは YouTube などいろいろあると思うんですが、その自分が普段聴いている端末で作ることをお勧めします。僕の場合は Apple Music を使っているので、 Apple Music を例にコード進行別のプレイリストをやってみたいと思います。このようにコード進行の1564の曲を集めたプレイリストになっています。レイリビーがあったり、 U2 の With or Without You があったり、カントリーロードがあったりなんていう風になっています。そして、例えばこれらを曲をですね、今 With or Without You をかけます。そしたら、この曲の1564って書いてあるわけですから、何かの1564なんですが、どの1564か、例えば今だったらドゥン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 、キーが D の1564ですよね。なのでこのプレイリストと、あとはキーを書くこと、 With or Without You、 そしてキーが D キーですよなんていうふうに書いておけば、このプレイリストと一緒に曲が流れた時に1564だという意識で聞きつつ D キーですってなってる。1,5,6,4,D,A,Bm,G なんていう風にちゃんと拾えるようになりますよね。同じく例えばここのライフ、これレズリーのライフご存知ですかね。というふうにキーが D フラットですね。 D フラットの1,5,6,4、そうすると D フラット、 A フラット、 B フラットマイナー、G フラットなどというふうにちゃんとプレイリストを聞きつつ、あ、キーが何キーだっけなんていうのが分かるようになりますよね。そしてこれらを集めておいて、このリストを見ないで時々テストするなんていうのもいいですね。この Apple Music にはですね、再生するときにもちろん上から順番にかけていけばレリビーから流れるんですが、シャッフル機能っていうのがありますから、このシャッフルすると
などのように1564が使われているという情報だけはここに入れているので、そしたらその中の曲を、もちろん今みたいに、全部書いてそのメモを見ながらやる場合もありますし、もうメモが今度はない状態でかかってきたのに対して、うん、今のタララララタタタタタタラララララタラララララよし B フラットだななどというふうに瞬時に対応していく練習にもなりますよね。それでは本日のまとめをやっていきましょう。音楽を聴いただけでコード進行が分かるようになるためにどのような練習をしたらいいかというと、コード進行別のプレイリストを作るということです。今は Apple Music を例にしていますが、1564進行の曲を集めて、そしてプレイリストにまとめる。そしてそのまとめたものに対して、最初の頃は With or Without You だったら D からの1564だったダーンダーンっていうのをまとめる。さらに慣れてない時は D の1564が D、A メジャー、B マイナー、G。ライフだと D フラットの1564なので D フラット、A フラット、B フラットマイナー、G フラットなどというふうに書くのもありです。そしてさらに慣れてきたら今度はこれらを見なかったり、あとはシャッフル機能というのがあるので上から順番に下がってくるではなくて、何が来るかわからない状態で流してみるわけですね。そしてその流れてきたものに対して頭の中で1564であるってことだけはもう決まっているので、その1564がどこに使われてるかっていうのを瞬時に合わせる練習をするわけですね。例えば、例えば今だーだー最後の最初は取れてないのにでーでー6、4っていう、ここが6でここが4であるっていうのが分かれば、1は6が A マイナーで4が F といえばキーは C ですね。 C でーでーだ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 ーなどというふうに変わって、2マイナーになりましたが、まあ、A メロの部分で1564が使われていたというふうにコード進行を軸に音楽を聴く練習になります。最初はですね、簡単じゃないかもしれませんが、このコード進行ごとに音楽がどんどん積み重なっていく感覚が分かっていくと、実はですね、世の中で使われるコード進行というのはそんなに多くないことに気づくはずです。いろいろなコード進行があるように見えますが、よくあるコード進行だいたい15から20ぐらいがあって、それらのまた変形とかがあるぐらいなので、あ、この部分は今の1564でキーはここは D フラットだななんてことが分かれば、ほとんどの曲を耳コピーを素早くパッとできるようになっていきますので、ぜひこの練習方法を取り入れてみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。